だミーガンの船に乗ってる。少し変ね。何かが近づいてくるのを感じる。見られている。エミリー・カルドウィン女王陛下、私と父君は厳しい時代からの知り合いだ。お前と会うことになるとはな。私はお前の母君が策略家の手にかかって死ぬのを見た。そして奇妙な仮面をつけた男に救われたな。面白いことはそれだけだと思っていた。だがお前は足元を救われた。玉座を失い父親を失った。確かなのはデリラにそれを返す気はない。それでお前はどうするつもりだ。我が麗しの女王陛下、お前に血を流さず対処できるほどの賢さはあるのか。私は15年前コルボに最後の質問をした。彼を変えてしまった瞬間だ。今度はお前の番だ。燃えている。内側から何かの端に立っている気がする。何なの。全ての話は本当だった。あなたは本当にたくさんのことを経験したのね。私はただの子玉だけど、あなたを感じられて嬉しいわ。お母様、ここにいるのに、でもここじゃない。頭の中なのに、でも別の場所にいる。私の最後の子玉でしかないわ。少しだけ一緒にいられる。もしこの果てしない広がりを越えてあなたを抱きしめられたら、どんなに素晴らしいか。でもこれを渡せるだけ。力と呪いを召喚してくれれば、できる限り導くわ。人物だ。彼女は血と汚れの中から上り詰めて、王国で最も聡明な学者からその地位をかすめ取るまでになった。生命力と野心、芸術に魔術、そしておもねるものを飛び込む狡猾さ、全てがダンウォールタワーでのことにつながっている。デリラは長らく戦ってきた。彼女はあらゆる領辱を受けてもなお王冠を掴んだ。だが秘密を教えよ。彼女が見据えているのは壮大な目標だ。10歳の時、授業に退屈だった私は剣の戦いと果てなき後悔を思い描いていた。今となっては世界は想像していたよりも不可思議なところだと理解し始めている。全てはひっくり返ってしまったが、解決のためにできるだけのことをする。ダンウォールタワーで宝石が散りばめられた華美な地図に目をやると、カルナカは王国最南端で輝く赤く大きなルビー。私はいつもそう思っていた。町に近づけば海の香りと異国風の香辛料の匂いが漂う。そこは血と野心の絡み合った物語が紡がれる場所。そしてそこは父の生まれ故郷。ミーガン・フォスターは少し変わっている。多くは語らないけど、不思議と信じる気にさせてくれる。彼女の助けでダンウォールから脱出した私は今答えを求めている。デリラと公爵によって私はクラウンキラーを利用して政敵を虐殺する殺人鬼に仕立て上げられ、全てを奪われた。必ず取り返してみせる。
おはよう。話す準備ができたら私の知っていることを教えよう。運が良ければ奴らの取引の影響でハウラ。なるほど、多少は理解したわ。でもあなたとソコロフはここで何を？彼はカルナカを愛していた。だがクラウンキラーに関わる陰謀に気づいてしまい、父君に忠告しようと。緊張感が高まっているとは聞いていた。汚職や暴力行為。でもあまり気にしてなかった。地方当局が解決すべきことだったから。新公爵は全て放置だ。だがソコロフは新公爵の黒い陰謀に気づいてしまった。驚いた様子でやってきた彼が語ったことを聞けば、そのきな臭さを理解してくれるだろう。その後二人でダンウォールに向かったが、問題が起きた。クラウンキラーね。そう、扉がこじ開けられてソコロフが叫んだ。彼の姿を見たのは一瞬で、誰かに背負われていた。できる限り後を追ったが、アダマイアの方角へ逃げられた。錬金術師ハイペシアの研究所さ。公爵は彼女の患者でもある。何かあるのかも。アダマイアね、分かった。潜入するわ。クラウンキラーは排除すべきだし、錬金術師の協力を得られればソコロフに何があったのか調べられるかもしれない。成功を祈って。祈ると言ってもソコロフは十中八九死んでるだろう。仕事を済ませたら監視塔を無力化するんだ。それがうまくいったら船を寄せる。準備ができたらボートを寄せる。鳩場で降ろしていいか。さあ、お父様が育った町を見に行くわ。なら行こう。これで誰かわからないはず。アダマイアまで連れて行きたいが、警備が厳重すぎる。監視塔には最上級衛兵がいる。内陸まで行き、軌道駅を利用してくれ。サーコノスの前公爵はカルナカの建設に10年を費やした。しかしルカ・アベールになった途端、凄まじい勢いで町の富を浪費し始めたんだ。シュチ・ニクリンとお祭り騒ぎで。どうやらダンウォールにいた頃よりもお楽しみだったみたいね。アダマイアまでは気をつけて。公爵は最上級衛兵に見張らせている。よそ者は発見次第攻撃される。目立たないようにする。ここなら良さそうだ。アダマイアに着いたらクラウンキラーを排除し、ソコロフの居場所を探してくれ。錬金術師のハイペシアなら協力してくれるはず。ソコロフのお気に入りだ。後ほどアダマイアで会おう。監視塔を無力化するまでは船をよこすのを待ってほしい。